あ、ここ何？うん、あ、これは、あそこからあそこまで、うんうん、そしてあの山も含めて、私の新書だよ。私のもの。あ、違う。そう、ものなんだよね。私の土地。土地なんだけど、なんて言えばいいのかな。ね、まあまあ、土地、うん、いいのかな。家。うん、うん、いや、合ってるんだよね。何何？あと何があった？行っちゃおうか。うんうん。ね、財産。財産、あは。そうそう、合ってるんだけど、皆さんね、土地とか合ってるんだけど。宝とか、あれ、あ。そうそうそう。うんうんうん。全然合ってるんだけど、まあまあ。みやさん合ってる、みやさんが先に、あ、財産って売ってる。そうそう、大正解。すごい。あ、桜アイスさん、私のお金、まあ合ってますよね。まあ、二兆るよね、うん。うん。そうそう、財産。そう、世田谷のコーラゼロさん、新書。これ違いますね。信じる書、うん、これは違う、うん、それは違う残念でした。あ、だから例文は、うん、これ何、うちの大師さんでしょ、うん、ってなる。分かったかな。あ、分かった。正解者には、うん、なんとなんと俺の脂肪をあげる。いらない。いらない。太鼓さん、これは、うん、これさ、太鼓さんのところすごいクイズに向いてる。難しいよね。難しい、全然わかんない。全然違うもん、だって新書が財産。うん、全然違うね。じゃあもう一ついきますよ。うん、こんにちは、わわ。こんにちは、わわ。みやです。あ、みやさん送ってくれたんだ。取り急ぎちむくん送ります。はい。今東京の友達が泊まりに来ていて、うん、通じなかった言葉を送ります。あ、お願いします。沖縄でも使うかどうかはわかんないですが、うん、あ、これはこれは皆さんわかるかな。あの、ね、県外にも いた組ですから、うん、滋賀にいたから。しかもこれはわかるかも。まあ、クイズね。うん、遠慮の塊。あ、わからん。遠慮の塊、そのままじゃないの。え、じゃあそのままっていうと、例えば、例えばどういう時に使いますか。遠慮する人の塊。なになになに。遠慮する人が5人いたら遠慮の塊。違うわ。違うわ。あ、例文出しますね。うん、この遠慮の塊、誰かいらん、うん、この遠慮の塊、誰かいらん、うん、ね、余り物。違う、遠慮してから余ったもの。あ、違う。まあね、あってはいるんですよ、余り物。だから、そう、合ってる、合ってるんだけど、例えばどういうシチュエーションで、うん、どういうシチュエーション？あ、っていうことが大事かな。みんなでご飯食べてます。うんうんうん、余りました。うんうん、これ誰か食べんみたいな。そう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 。あ、正解じゃないかなって思うけど、実はね、答えはツイキャスで書きますって書いてるんですよ、ミヤさんが。あ、合ってる。合ってます。大皿に一つ残ってる食べ物でーす。そうそうそう、大正解。やったー。だから、あの、居酒屋とかで唐揚げが1個残ってたら、うん、遠慮の塊っていうの。う、日本人って遠慮するじゃないですか。うん、する、うん、最後の1個誰も手つけないから。手つけんね。それをね、遠慮の塊ってよく言うんですよ。言うんだ。そう、言って使ってんのを聞いたことなかった、こんなね、うん、あ、でもこれもいいクイズ。いいクイズ、うん、で、だから南さん最初遠慮してる人が5人揃ったら遠慮の塊って言ってましたからね。合ってはいるけどね。遠慮する人が固まってるか、謙虚な人のことを言ってんのかなと思った。これなんか大きく否定はできない。合ってはいるから。ありがとうございます。じゃあ以上ですね。今日はいいクイズだったんじゃない？ねえ、楽しい。いやー、いいな、このコーナー面白いな。うん、面白いな。じゃあ一曲、うん、挟みましてゲストさんを迎えたいと思います。うん、えい。それではリューティーで、ワンデイ。そんな海岸線本当はどこへ続いているの。揺れるアスファルト58号線、あてもない答えもないままにたどり着く。 Yeah、 テトラポットに足放り出して果てしなく織りなす波とブルー。Yeah、 焦げる島
捨てらんないなんて No way 青い魔法でゆっくり溶けてゆく One day なんて Sunday なんて Wednesday Thursday 青く広がる One day なんて Sunday なんて Friday Saturdayから村上工業君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこう味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こう。明日はもっといい日その2リューティーの日傘都市と南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしております。それではゲストさん入ってますので、うん、早速コーナー行きましょう。ピンポンチャンポンチャンブランサイ、このコーナーではゲストさんを迎えて、はい、みんなでユンタクしようというコーナーです。はい、中やったがめしんびいたんな。ヤンバル娘です。イエーイ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。もう、ね、朝からありがとうございます。いいね、ちょいちょい入ってくるツッコミが面白くってこれ実はね、10時台のすごいケツの方で、うん、ひふみさんの、うん、あのアンパンマンをね、うん、へったくそーっていうのであれ覆面レスラーでしか見えないって覆面レスラーなる。確かにね見えるねもう爆笑よね。いやあの、うん、あのワードで10時台が終わっていくっていうすごい面白いことが起きましたけど、今もねあのマイク入ってない時にひがちゃんがあのカメラの、ね、配置で悩んでからまなみんさんがねあのいいとこに置いたから頭いい自分頭悪かったって言ったから速攻でヤンバル娘さんがは今気づいたのDG 気づいてなかった教えてあげんといけんね実はねヤンバル娘さんは、うん、もうねラジオ沖縄とかの ねすごいリスナーヘビーリスナー、ね、メールもすごいたくさん採用される、うん、リスナーさんなんですけど、うん、実はね女優でもあるんです。そうなんですよ。そうなんですよ。舞台のね、もう 大女優ですもんね。にらんで、なんでなんでなんで、ハードル上げるだって。なんでだって舞台も出てるじゃないですか。出てはいるよ。うん、ほらほら。出てるよ。見に行きましたよだって。ね、あの2年前ね、2年前と去年ね。去年もね。今回は何？何のあれですか？今回は、うん、あの手だこ演劇祭。あいいね。の、うん、3回あるんですよ。ね、1日目が、うん、はい、でスポットジャンブルの、うん、で2日目が劇団大勢、うん、3回目が FEC の、あー楽しそう。全部2回目の日曜日、うん、23日日曜日の、うん、劇団大勢の730に、うん、エキストラなんですけど、うん、動きがあって最初から最後まで舞台の上にいるという、すごい大変なお芝居今回挑戦してます。さっきちょっと伺ったんですが、このなんていうんですか、セリフがないのもやっぱり難しいっていうね。そう、あるとどうしても動きっていうのはできるんだけど、うん、セリフがない分どこまで出ていいのかとか、どんな動きをしていいのかっていうのが本当にみんなで悩みながら、うん、いや難しそう。やっぱりなんか、いやもうやっぱりね、もう女優なんですよ、うりうり
売り。いや、これだ、いやいや、だって自分たちほら、うん、ね、音楽しかやってない人には分からないじゃないですか。うんうん、セリフがないから難しいとか。あ、ね、私さ、子供の時劇団入ってたんですけど、あげ、向いてないと思った。なんで向いてそう？向いてない、なんか自分はやっぱり劇、芝居じゃないと思った、はっきりと。どういうところ難しかった、やっぱり。なんかさ、なんだろう、映像を見た時に下手くそと思ったんですよ。自分ではもうちょい演じてたつもりが。あ、みんなはもう、私もだったもん。嘘！いや、もう向いてない、めっちゃなんかさ、歌歌ってる方は恥ずかしくないけど、演技してる自分めっちゃ恥ずかしかった。これはもう今日はあの横に大女優がいますので相談にも乗れますよ。相談にも乗れますよ。なんかなんかね、だからよね。いや、そうか、子供の時も戦争ものとか私もやったんですよ、うん、死ぬ役とかさ。うーん、あ、動かない子もまた難しいよね。難しかった。そう、このじゃあすごい、だからセリフなしなんですよね、今回ね。セリフとっていうか、うん、あのみんな一緒に声出したりとか、うん、そういった声は発す、あの、うん、発することあるんだけど、うん、自分からセリフっていうのは、あ、なるほどね、今回はなくて、最初、うん、私たちいなくて、うん、で2週間ぐらい前にエキストラ、うん、で、あのどうしても、昭和にあった730、うん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 、の映像なので、あは、たくさんの人が必要と、あの舞台、大きい舞台には、うん、劇団だけどちょっと物足りないっていうことで2週間前にお願いされて、うんうん、2週間前、もうこれあさってですよね、23日ね、はい、わお。実はね、じゃあこれちょっと説明しますね、730、うんうん、これですね、本土復帰を果たした沖縄、うんうんうん、復帰後もしばらくは米軍統治下と同様に右側通行が続いていた。復帰から5年後の1977年、うん、左側通行へ変更すると、うん、閣議決定される。そこから約1年後の7月30日730に向けてある保険会社の奮闘が始まる。沖縄県全体を巻き込む交通規制の変更に力を尽くした人々の物語。その中でも、うん、また、私たちってのはこの対策本部っていうの中の方に行って、交通対策っていうのがいて、うん、そこでのもうあと6時、6時まで、うん、6時にもう730完了っていう中での1時間前にちょっと問題が起きて、うん、あ、楽しそう。それをまたそこからが私たちのこの演技始まるんですよ。左側通行に切り替わる1時間前のこの沖縄の状態ってことですね。沖縄の状態、ここの対策本部である、うん、ちょっとこっちで問題が起きたり、うん、葛藤があったり。面白いですよね、これね。うわ、気になる。とっても面白いです。もう稽古しながら、私たちは笑っていけないんですよ。うん、どうしてもこっちに。あ、そうかそうか。あれですもんね。うん、この後ろで、後ろっていうか、いろいろ対策してる人たち。あの、もうみんなが真面目に取り組んでる、この、なんていう、うん、この730っていう、うん、取り組んでる、笑わす人がいるんですよ。あら、そうなの。はい、何、いや、人前来られるのに必死な稽古をしてて。楽しそう。でもだから本番で笑ってはいけないっていうこの辛さ。まあまあ、そうなんです、そうですね。だから稽古で今で思いっきり笑っとこうと、うんうん、なれようと、うん、この人に対して免疫をつけようと今必死で。免疫もうウイルスみたいな感じですね。そうなので、本当にもう本番中、うん、この人が何するかがわからない。超楽しそう。私たちは笑っていけないって、まあ、真面目な役なんで、うんうん、あ、そっか、もうアドリブで本番変えてくるかもしれないってことですよね。笑いを、動きを、うん、あ、いいな、楽しそうだな。いいですね、うんうん、もう本当にこれが今苦しくて。あら、笑いをこらえるのかね。そう、今、ね、今日までその特訓します。, 笑いをこらえる特訓します。今日まで、はい。で、じゃあ本番の、じゃあ本番の中、時間とか詳しい内容を聞いてもいいですか。うん、はい、本番が、うん、に、あの9月23日日曜日、会場が17時、開演が18時、うん、で料金が2500円、前売り券が、はい、なので今、あの劇団大勢の方に連絡してくれれば、あ、前売りでいただける。はい、あ、じゃあ今がチャンスだね、皆さんね。はい、まだ余裕あるので早めに、うん、これじゃあお問い合わせの番号、これ自分言っちゃってもいいですか。はい、お願いします。お問い合わせ先がですね、0989885000、0989885000
0900。今のが RBC なので劇団大勢のでいいですか。あ、はい、お願いします。じゃあ、お願いします。0988666118。あ、じゃあそちらに。そうですね、はい、お願いします。おじさんの方にね、はい、お願いします。ひふみさんがさ、うん、ツイキャスでくれてんだけどさ、うん、なんかデジ俳優風神のこと言ってるわけよ。私がね、演技無理って言ったから、うんうん、南演技するからダメなんだよって来てから後からのやつに、演技するとわざとらしくなるから、演技するんじゃなくてその役の生まれてからその場面に至るまでを想像するんだよって。なんか、あ、いや、でかい靴叩いてんね。言ってよ、ヤンバル娘さん。見て見て、あるんだ、ツイキャスさん、ちょっと下げてみて。私、下げよう、下げよう。何何、電柱の役かかってきてる。え、ほんとだ。何何何、電柱。何の役打ってきてから、電柱柱の電柱柱ない。ひどいね、デジひどい。でしょ、セリフないって言ったからかな、多分。で、自分は俳優気取りを。これでもね、実際ひふみさんも、うん、この舞台とか出てるんで。出てるね、前ね。そう、ね、出てるから言ってんだよね、このね、大きい口言うてんの。いや、でもね、自分見に行きましたけど、うん、このヤンバル娘さんとひふみさんの、うん、すごい良かった。ね、なんか言ってたよね。感動しましたよ、あの時も必死だった。今回もまたさらに必死。あ、でも楽しそう。でもね、本当に楽しい。この準備から、うん、稽古の、この稽古もそうだけど、うん、衣装がかりとか、うん、で、また小物、小道具とか準備とか、うん、今回小道具もとっても凝ってるので。すごい。あ、そうなんですね。もうなんか道路に見える感じですか？ね、自分たちは、うん、こう対策本部っていう。あ、そっか。中にいるので、本部だから、本当に昭和のもの。うん。うん、今からまた小道具を借りにちょっとあちこち走るんだけど、へー、昔のだったり、へー、でいろんな小道具自分だけで手作りしたのがあったり、うん、いいですね。楽しい、楽しそう。なんか昭和のもの最近とっても見たくなってる。私なんか、うん、昔のもの見たくなってる。ああ、もうそれはね、南さん現代に疲れてるんです。昭和いいよね。でもね、昭和いいよね。いいですよね。昔の黒電話超好きだったもん私。黒電話なの。 それもたくさん出ます。あら、あ、これは楽しみですね。回したい回しに来て。じゃあ、うん、皆さん9月23日日曜日、はいはい、劇団大勢730、うん、これは浦添市手だこホールですか。はい、手だこホールに、うん、ぜひ皆さん足を運んでください。はい、本当に楽しいお芝居になってます。ねえ、もう全部楽しそう。笑いたい、行きたい。ヤバル娘さん、8分、残り8分なので、はい、最後までお付き合いお願いしてもいいですか。顔がマジで痛そうだった。もう山留美さん、目さんいるうちにこうなっちゃう。こちらのコーナービューティーのメールボックス4番。それではメールボックス4番覗いていきましょう。はい、本日のテーマは私だけっていう。私だけ、うん、行きましょうか。行きましょうか。じゃあ呼んでいこうね。山田娘さんに呼んでもらう。老眼持ってない。老眼持ってない。危険だね。南さん行こう。南さん行こう。じゃあ呼びますよ。こんなするよね。私もこんなしようかな。ひがちゃん、南ちゃん、ラジオの向こうのたけちゃん、そしてリスナーの皆様、おはようございます。デューティーナンバー133番、愛知トヨタの偽の指笛です。そう、この前、ね、来てくれてたんですけど、会えなかったの。会えなかったんです。お土産だけ ね、お土産だけ置かれてて、いただきました。いただきました。ありがとうございます。では読みますよ。はい、あ、書いてある。19日にかりゆしプールサイドで、ひがちゃん、みなみちゃんに会えると思って、夢工房の味噌シフォンケーキ食べながら待ってたけど、飛行機に間に合わなくなりそうだから、泣く泣く帰りました。あー、ごめんなさい。ひがちゃん、もっとちょっと、もうちょっと早く出勤してって。いや、一応ね、入り時間が決まってるもので。決まってるもので。今日のテーマ、私だけの話。いつも食事をした後の話なんですが、なぜか、ヒック、ヒックを結構大きな声でしゃっくりが出るんです。それがずっと続くのではなく、だいたい2回と決まってるんです。え、2回で終わるってことちゃんと、うん、2回と決めたのは胃なのか食道なのかわかりませんが、2回で収まるのも不思議です。ちゃんと2回で終わる、不思議だね。ちなみに、長く続くしゃっくりが出た時の止める方法、ひがちゃん、みなみちゃんはどうしてる？よくコップの上に口をつけて水を飲むといいと聞きますが、私は息をできるだけ長く止め、もう我慢できないとなったらゆっくり息を飲みます。するとあら不思議、しゃっくりが止まるんです。
やってみてって。これ私もそれそれ。あ、本当ですか。うん、私息を止めるってことです。そう、なんか息を止めて水を飲むっても聞くよね。息止めて、だからもう息止めて、うん、苦しいと思ったら、うん、ずっと止まる。あ、すぐ止まります。すごい、うん、自分も止め方が分かんなくてずっとして、うん、してる。私何しても止まらん人。だから昔はよくあのお椀に割り箸を置いて、うん、この4箇所が飲むとかって昔いろいろあったけど、教えて教えて、何ですか何ですか。お椀に割り箸を2つにする。あのコップとかでも水飲むとき、うん、十字にして、うん、この4箇所から昔飲むってあったのよ。何を、子供の頃。あ、割り箸を上に十字にこう置いて重ねて4箇所から飲む、この空いてる穴4箇所から水を飲んでいくってことですか。昔言われたのよ。だって4回飲めばいいんだと思って、普通に4回飲んだら止まる。本当止まる。あやさやってみよう、次4回ね。え、やってみたい。あの一気に口でゴクって飲むっていう。へえ、それと、そうなんだ。ヒフミさん、ヒフミさんがツイッターでね、ヤンバル娘さん、そのままずっと息止めていていいんですよって。大丈夫、今度、うん、首絞めてやる。今度締めていこう。締めに行こう。締めに行こう、一緒に。面白いですね。いや、これだからやっぱりいろんな方法があるんですよね、きっと ね。だと思う。なんかあの横隔膜のね痙攣って言ってましたよ、しゃっくりは。そう、ね、そうですよね。だからあのこの水飲むことによって、うん、逆にびっくり、落ち着かせるとかびっくりさせるのか、そうなる。などういうことで急に痙攣するのかがよくわからないですよ ね。私結構止まらんわけよ、しゃっくり。何しても止まらん。え、水飲んでも、うん、もうほっとくしかないわけ。苦しくない。苦しい。で、たまにほらあの声出していけないときにしゃくってなる、あれってなる、あれきついんだよね。そう、そう、あれ我慢するのがね、うん、これはじゃあもう南さんもお茶碗と割り箸を毎日持ち歩いて、うん、4回ね、4回飲めばいけるかも。今度やってみる。他のやり方が、うん、さっきから後ろにつけて、うんうん、逆さま飲むっていう。あ、怖っ。そう、ね、どういうことですか。うつむいていくってことか。そう、コップのこっちに上の方に口つけて、うん、へー、これ初めて聞いた。あ、うん、要はあれですか、コップに水を入れて手で持ちました、うん、親指側から飲むんじゃなくて、うん、人差し指側から飲むってことですか。うん、飲めるの、どうやって、どういうふうに。だから細いところ、これこれこれ、うつむいていくんだよ。飲むといいでも言われたのよ。へえ、いろんなのがあるのよ。いろんなのがあるね、うん、これは本当に止まるのかな。ねえ、なんか普通に水飲めば OK よ。4回飲めばいいんだよ。実はただ水を4回飲めば止まるの。すごいな。待って、ミーヤさんが新しいの、両耳の中に指突っ込むといいとか聞くけど、うん、試したことない。やってみて、いろんなのやってみればいいんだよね。そう、私がね、うん、そうだよ。で、どれ聞くか、うん、どれ聞くかやってみる、今度、うん、あと報告してまた。オッケー、報告、うん、どれが一番止まるのか。で、一回止まったらもうあれさ、わからんさ、またやればいいじゃん。またやればいいじゃん。どんなよ、どんなよね。ね、どういうタイミングで、どういうタイミングでこのしゃっくりになってるのかもわからないから、うん、急に来る。自分ね、お酒飲んだら良くなってたんですよ、しゃっくり。お酒飲んだらなる。嘘。そして止まらなくなる、うん、そう、止まらなくなる。あのビール飲んでたらしょっちゅうしゃっくりするんです、自分。え、私もそうかも。あれはなんでだろう。胃がびっくりしてるのかな。胃じゃないか、横隔膜の痙攣ですからね。ねえ、なんだろう、不思議。自分最近お酒飲んでないからしゃっくりもしてないんです。あ、そうなんだ。この前なったんだけど止まらんかったよ。あ、そうだね。今日も今やってますもんね。やってるのこれ。適当なこと言ってから本当に。でも私のね、旦那さんすごいんだよ。ん？止まれって言ったら止まるって。いや、そんなさ。本当にしゃっくりに止まれって言ったら止まるって。いや、本当？本当に見てるけど止まるわけよ。みんなできると思ったって、これがまた。できないよね。そうそう、シャックしたら、うん、今言ってもらって、あ、止まれって、うん、止まらんかった。やったんかい。自分で言うしかないじゃないの。自分で止まるって。うん、止まらんかった。じゃあ、みなみさんは、両耳に指を突っ込みながら、うん、コップに十字架の割り箸をバッテンにして、うん、どうでしょう、だから人差し指側のところから水を飲みながら止まれって言えば。
これ絶対誰かに手伝ってもらわんと無理よね。コップ言ってもらおう。全部やればいいじゃない。もう全部やる。全部やってください。もう試す今度。どれか聞くはず。うん、どれか聞くはずね。ひふみさんがね、うん、逆さに飲むと鼻に水が入らないように必然的に息が止まるから、やんばる娘さんずっとやっていいんですよ。永遠に遠慮なく。あーもうこれ締めこ。あーこれはもう締めこれは締めに行こうよ。行ってやってください。行ってやってください。締めに行こう。手伝うよ。ありがとう。あいやあ残りもう50秒ですね。早い。では西の指笛さんに。わあおほ。ありがとうございます。はいはいね、ではですね、うん、手だこ演劇祭、うん、やんばる娘さんは明日ですね、あさってです、あさって23日、うん、日曜日、うん、劇団大勢730が、手だこ演劇祭であります。手だこホールですね、うん、浦添市手だこホール、うん、ぜひ見てみてください。見ていきましょう皆さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。朝からねえ、楽しかった、楽しかったね。あ、気持ちよくてさ、ニーブしてくるのよ。こっち、こっち気持ちいいですよね。朝、外も今日とっても綺麗なのよ。ね、本当爽快な、ね、天気だからさ。久しぶりにこんな綺麗な、そう。飲みた。いつも来るたびに境げば分かんないのよ。あー、だろう。やーって思ってたりね。しっかり分かる。海と空のこれが。あと10秒だから。それでは皆さん、まったやー、イメデビタン。まったやー、今日とってもこっち座ってさ、ね、とっても匂いしてくるわけ、ね、いいやんべ、いいやんべ、こっち眺めが良くて、ね、あの音もさ、うん、いいまで入ってくる君に、あ、そうなんだ、音量、音量が、うん、したらもう匂いしてくる、匂いしてくる出番、出番忘れてる。でも今日気持ちいいですよね。ね、今日気持ちいい、超気持ちいい、心地がいい。こんな綺麗なの初めて見た、こっち来て。あ、そうなんだ。うん、じゃあなんか本当気持ちいい。境目すごい今日。海がすごい青くない。海行きたい。海行きたい。ちょうど今引き潮になってるはず。ね、浮いてきてるね。よく見える。消します。これ消そうです。